も見た。おじちゃん来たよ。この公園でお母さんとはぐれちゃった迷子がいて、その子のお母さん一緒に探していたらこんなに遅くなっちゃった。待たせちゃってごめんね。そんな申し訳なさそうにしなくても大丈夫だよ。呼び出したのはじいちゃんの方だし、じいちゃんも今座ったところだからね。そんなことより今日はじいちゃんのおごりだ。ツツジの好きなもの何でも注文していいからね。本当？ありがとう。私の名前はツツジ、大学2年生。今日は大好きなおじいちゃんに誘われて喫茶店デート。あ、そういえばこの間おじいちゃんの俳句集を大学の友達に貸してあげたらすごく喜んでたよ。今度一冊買うからサインしてくださいって。え、そうなのかい。嬉しいけれど、若い子からサインくださいとかじいちゃんちょっと照れちゃうな。おじいちゃんは若い頃から文学に深く傾倒していて、今も同人誌を主催、そこで短編小説や論文、俳句なんかを発表している。小さな地方の出版社だけど著書も10冊ほど、マイナーながらも作家さんだ。そんなおじいちゃんの影響を受けて、私も大学では日本文学を専攻している。将来はライターか編集者になりたいと思っている。それでね、ツツジ、じいちゃん新しく書く本の企画考えてきたんだけど。戦争体験記？おじいちゃん、もしかしてこれって。うん、おじいちゃんもいつまでも生き続けられるわけじゃないからな。これまではあの時のことと真正面から向き合うことが怖くてだましだましやってきたけれど、ここで何もかも吐き出してみたくなったんだよね。そうなんだ。それでおじいちゃんが私にお願いしたいことっていうのは。ああ、本当に申し訳ないんだけど、ツツジには資料の整理や構成を一緒に考えてほしいんだ。その他にも誤字脱字の修正、時代考証、何しろ昔の話だし、じいちゃん体力も衰えてるし目も悪くなってるからな。いわゆる雑用的なことを手伝ってくれると嬉しいんだがな。わかった。どれだけ役に立てるかわからないけれど、私でいいなら手伝うよ。あ、本当かい。ありがとう、ツツジ。じゃあ明日にでも担当者の黒木くんにこの企画相談してみるよ。ああ、正直に言うと、この時私は複雑な気持ちだった。言うまでもないことだけれど、おじいちゃんは従軍体験者。いつも私や家族に見せる温厚な姿からは想像もできない凄惨な世界の生き証人なのだ。これまでおじいちゃんが私に戦争について何かを語ったことはほとんどない。きっとあまりにも苦しい記憶で言葉にすることも辛かったに違いない。それを今回あえて形にしようとしているということは。私も頑張ろう。おじいちゃんの納得のいく本が書けるように。時は1945年。私のおじいちゃんは兵士として当時の満州国に警備兵として配置されていた。だけど同年8月9日、中立条約を結んでいたソ連が一方的にそれを破棄して大日本帝国に宣戦布告。おじいちゃんが任務についていた地域に侵攻してきたのだ。これによって日本の降伏は決定的なものになったのだが、その過程であまりにも多くの命が失われた。日ソ両国の兵士はもちろん、日本から来た民間人、満州の地元民、血を血で洗う地獄絵図のような蛮行の数々が行われ、現在でも多くの国の間で大きな禍根となっている。僕らここまでなのかな。くはあ、内容がハードすぎて疲れちゃった。それにしてもあの優しくてほんわかしているおじいちゃんがこんな苛烈な体験をしてきたなんて。もちろん知識としては知っていたけど、自分の家族からこんな生々しい告白をされると胸が詰まる思いがする。いけない、もうこんな時間。おじいちゃんの家で打ち合わせする約束なのにまた遅れちゃう。おじいちゃん、私ツツジ来たよ。あれ、お出かけ中かな。おじいちゃん、あ、
おじいちゃん、どうしたの？大丈夫？ツツジか。驚かせてごめんよ。昨日ほぼ徹夜だったから、つい居眠りしてしまった。もう、ダメだってば、そんな無理しちゃう。ねえ、おじいちゃん、この企画、本当に完成させなきゃダメ？え？それはどういう意味だい？だって、原稿に書いてあったことって、おじいちゃんが本当に体験したことなんだよね。原稿を進めるたびに、おじいちゃんは戦争での出来事を自分の中で追体験してるんじゃないかなって。だから、おじいちゃん、辛いならこれ以上、この企画を続けるの。いや、それじゃダメなんだ。あんなことを体験した人間は、心に大きな穴が開いてしまうものなんだよ。今、じいちゃんにはツツジもそばにいてくれて、決して不幸じゃないけれど、今のままじゃ、じいちゃん、死ぬに死ねないんだ。だから、どうにかして決着をつけないと。おじいちゃん、わかったよ。私もできる限りのことをするから、絶対完成させようね。おじいちゃんの戦争体験記。うん、じいちゃんは幸せ者だ。ありがとうな、ツツジ。こうして、私とおじいちゃんは改めて、戦争体験記の完成を誓い合った。話をもう一度、満州に戻そう。不可侵条約を破り、突然侵攻してきたソ連に、おじいちゃんは囚われの身となり、半月ほど経ったある日のこと。え？逃走するって、ここから？バカ、声が大きい。徳さん、それ本気で言っているの？僕らは24時間、敵兵に監視されているんだよ。仮にここを逃げ出したところですぐに連れ戻されちゃうよ。いや、最悪の場合はその場で。だから聞けって。いいか、カツラ。このまま何も行動を起こさなければ、俺たちは早かれ遅かれ罪だ。どうやら敵さんたちは、俺たちをシベリアに送るつもりらしい。シベリアって。ああ、そうなったら骨も家族の元には届かないだろうな。極寒の地で。死ぬまで強制労働をさせられるらしい。そんな。だからカツラ、お前も覚悟を決めるんだよ。一か八か、日本男児らしく命を懸けるんだ。もうダメな気がする。他の仲間たちとははぐれてしまったし、食料ももう底をついちゃったし。しっかりしろ。今はとにかく歩け。泣き言なら後でいくらでも聞いてやるから。徳さん、起きてる？少しだけど近くの農家から食べ物を分けてもらったよ。すぐ食べさせてあげるから少し待っててね。カツラ。お腹すいた？もう少し待ってね。ちゃんと煮込まないと。生煮えの芋だとかえって体調悪くなるからね。聞くんだ、カツラ。俺はもう、動けん。そしてここも、いつ敵に追いつかれるかわからない。え、ちょっと待ってよ。急にそんな。急じゃない。お前もわかってるはずだ。このままじゃ二人とも、ここで命を落とすことになる。だから、お前はそいつを食ったら、一人でここを出ろ。そして兵士らしく、何が何でも生き延びて、日本に帰るんだ。俺たちの分まで日本と、大切な人たちを、守ってくれ。徳さん。これがおじいちゃんと戦友徳さんの別れだった。戦時中の混乱の中では珍しくもないことだけど、それ以降、徳さんの生死は不明。その後、おじいちゃんは運よく日本軍に対して友好的だった地元民の支援を受け、なんとか日本に生還を果たしたのだった。いやー、ようやく完成ですね。桂先生の戦争体験記。まだ初稿だけどね。大丈夫、このクオリティなら直しなんてほとんどないですよ。あ、ツツジちゃんもお手伝いしてくれてありがとうね。早速持ち帰って編集長にも読んでもらいますね。
ということでお邪魔しました。これでとりあえずは脱行だね。そうだね。ツツジがいろいろアシストしてくれたおかげだ。何かお礼をしなきゃいけないな。そんな、私もこれまで知らなかったおじいちゃんのこといろいろと理解できたと思うし、関われてよかったって思ってるよ。おじいちゃん、本当にお疲れ様。ありがとう。実はね、ツツジ、じいちゃんがこの企画を立てたのは、自分の中で戦争に決着をつけたいという思いとは他に、もう一つ目的があるんだよ。それは、徳佐さんのこと？後書きにも、もしご存命でこの本を手に取っていただけたら、編集部までご連絡くださいって呼びかけていたよね。うん。彼が生き延びていて、もし後書きに反応してくれたら、だけど、あの時、山小屋に彼を置いて逃げたことを、じいちゃんはどうしても謝りたいんだ。それから間もなくして、おじいちゃんの著書、戦争体験記は無事、出版。版元は小さな出版社で、部数も少なかったにもかかわらず、世間からの反響は驚くほど大きかった。口コミやネットで瞬く間に購買層を広げたおじいちゃんの戦争体験記は、最終的には何万部ものベストセラーとなり、人気俳優を起用しての映画化決定となった。そしてそんなある日、おじいちゃんのもとに一通の手紙が届いた。おじいちゃん、それってひょっとして？ああ、今朝早く黒木くんが届けに来てくれたんだ。じゃあ早く開けよう。開けてみよう。ああ、背景桂様と書くのもなんだか奇妙な感じがしますね。何しろあんな激しい時代の中、共に生きて戦ったのに、あんな別れとも言えない別れをしてしまったのですから。お久しぶりです。舞台で一緒だった徳佐です。それにしても君が作家先生になっていたとは。いえ、別に驚いてはいませんよ。俺も含めて舞台の隊員たちはみんな脳筋揃いだったのに、君だけは暇さえあればボロボロになった文庫本を何度も読んでいましたからね。もしよければ俺以外の生き残った隊員とも会ってくれませんか？あ、その代わりもう謝るのはなしですよ。涙は過去に追いやって、笑顔を見上げに再会しましょう。僕は戦争を終わらせることができる。これでやっと、ようやく。よかったね、おじいちゃん。徳佐さんが生きてくれてて。これは平成の中頃、大好きだったおじいちゃんとのお話。あれからほどなくして、おじいちゃんは徳佐さんと再会を果たすことができた。二人とも数年後にはこの世を去ってしまったけれど、おじいちゃんと徳佐さんは最後まで仲のいい友達同士だった。二人の再会に私が少しでも貢献できているのなら誇らしいし、こんなに嬉しいこともないと思う。願わくば二人が天国でも仲良く幸せに過ごしていますように。ご視聴いただきありがとうございました。こうして実際に戦争を経験した人というのは、時間も経って亡くなってしまって、直接話を聞くこともできなくなりますからね。とはいえ、凄惨なことがあった事実に変わりはありません。そんな戦争に赴いた人たちがいたから、今平和で過ごせているんですよね。幸せをかみしめて生きていきたいものです。何にせよ、生死不明のままで終わることなく、改めて再会することができてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。